回は、三重県道778号線中浦久喜線を走ります。この道はいつ来ても通行止めとなっています。今回も通行止めになっていましたが、通れる区間が割と長かったため、通行止めポイントからの走行とすることにしました。この道はもともと交通量の少ない道のようですが、現在は通行止めとなっているので、まあ対向車などはないでしょう。ですので、その点では超お気楽に走れそうです。通行止めされている道は普段より路面が荒れるので、路面をよく見て走行しておけばほぼほぼ大丈夫な感じです。交通量がほぼないと言っても危ないので、スピードの出し過ぎだけは要注意です。しかし、まあ最近の食料品値上げラッシュはひどいもんですね。直接値段の上がるものから値段はそのままだけど、内容量が減るいわゆるステルス値上げまで、ほんと値上げだらけです。値上げの大きな原因は、原油高によるコストプッシュインフレに起因することなので、仕方ないっちゃないのです。ですが、看過できないこともあります。それは、日本の国力低下による輸入品の買い負けです。これはマジやばいですよ。中国をはじめ、外国は普通に経済成長して国力強くなってるのに、日本だけがろくに成長せず、相対的に国力弱くなってるんだから、買い負けた当然。しかも、国力弱って、中国のように気前よく買えないくせにいちいち値切ったり小賢しい注文つけたりするから、相手国の業者たちから嫌われるっていうおまけ付きです。昔の強かった頃のプライドを引きずりつつ、長く続いたデフレによって落ちぶれた精神性が発露して、それが合わさったかのような惨めな有様です。そういえば、堀江だのひろゆきだのといったペラペラ人間ともがよくこのような寝言をほざいていましたよね。日本は農業に向いてない、アメリカやオーストラリアに勝ち目ない、コスパ悪いから食料は外国から買えばいい、食料を売りたい国はいくらでもある、アホがの一言です。どの国だって自国民食わせるのが前提の食料生産であって、他国に輸出するのは余剰分に決まってんだろ。たとえ契約があったとしても、不作で余剰分なくなるどころか、自国民が食べる分もやばい状態になったら契約にイチャマンつけるなりして売らないに決まってんだろって話です。堀江だの、ひろゆきだのといったカバと比べ、諸外国は実にしたたかです。食料に余剰分があるのは、何かあった時のための保険であり、食料の輸出から外交上の優位性を引き出すための一つの手段、すなわち安全保障上の理由だからです。その上に、自国の雇用も作れる、外貨も稼げるといった、一石二鳥、三鳥の効果がある生き残るための戦略なのです。全く選択、諸外国政府は、堀江やひろゆきといったペラペラ連中とのレベルのアホなジャパン政府とは、月とすっぽんのまともさです。ふう、話を戻しますか。諸外国が普通に経済成長する中、日本だけがろくに成長できないことで起きた弊害、輸入品の買い負けですが、買い負けないために、デフレをやめて、昔のように強くなれるかって言っても、すぐには無理です。じゃあ、とりあえず、輸出に有利な円安政策やめて、輸入に有利な円高政策に切り替えて買い負け対策やったとしても、根本的な解決にはなりません。まあ、根本的な解決なんて、アホなジャパン政府のやることなすこと見てりゃ無理不確定ですけどね。英米2030年までに農産物の輸出5兆円にするんじゃ、とかほざいている始末ですから。カバ丸出しでしょ。こいつらマジやべえわってレベルですよ。買い負けないために経済成長したいなら、1にも2にも内需拡大です。日本の GDP 最大のエンジンは内需なんですから。その内需を確実に拡大させるには、財政政策と減税です。はよやれや、こんな簡単なこともわからんのかですよ。ジャパン政府のアホ共には呆れるばかりですが、さらに呆れるのは日本の食料自給率です。日本の食料自給率って約 37% ですよ。こんな悲惨な状態なのに、外国に輸出できる攻めの農業に転換、じゃあ、と、わめいて自給率上げようとせず、農産物の輸出を増やそうと、躍起になってるんですからね。あいつらマジ狂ってます。畜産農家なんて、英米2012年に6万5200個あったものが、英米2021年には4万2100個にまで減ってしまっています。今は、まだ、自給率 100% ある米だって、内実は、極めて厳しい状態です。昔、平成の初め頃は米1俵2万円くらいだったのが、今では1万円くらいにまで落ちています。
こんなん、じゃあ、米農家もやっていられませんよ。なんでも、一旦、学校の体育館くらいの広さの田んぼで米を作って、儲けは1万から1万5千円程度だということですから。現在は、一旦で、400から 500kg の米が枯れます。なんじゃそりゃ。ですよ。主食作ってんだぞ。補助金出せよ。もっと守ってあげろよ。の一言、嫌みことです。今のまま、アホなジャパン政府のやり、大放題を野放しにさせていれば、間違いなく、米の自給率は 100% を切ります。主食ですらも自給できない、ジャコ国家になり下がってしまいます。自国で自国民が食べるだけの食料も作れない。外国から不足分を買うこともできない。本当の意味のジャコ国家です。日本は、確実に、その方向へと向かっている病的国家です。一刻も早く、あのアホな政治や友を、意思決定の場から引きずり下ろさねばなりません。そうしないと、この年々悪くなるばかりの茹でガエル状態から脱出することはできません。左手に、ちらちら海が見えます。走りながらがっつり見ないよう気をつけます。あ、海が見れる良い場所がありました。ちょっと見ていきましょう。馬の灘です。400から500年前は、久喜水軍がここらの海を根城と知っていたようです。熊野灘は、ブリの漁場としても有名らしいです。機会があれば、久喜の漁村を取ってみようかな。老人の多い寂れた感じのする漁村なんですが、穏やかな海は綺麗ですし、昭和な感じの家並みも郷愁を誘って、良い味出してるんですよね。ただ、実際にそこで生活されてる人がいるので、ちょっと躊躇してしまいます。人が住んでいる場所で、ねちっこい撮影をするのは私には無理そうなので、あっさりまっこりした動画になりそうです。うん。しかし不思議です。なんであんな悪性失政を繰り返しているだけのジャパン政府が、長く政権を維持できているのかが。GDP 推移、実質賃金推移、株主配当金推移、長期国債金利推移、派遣労働者数推移、外国人労働者数推移、出生率推移、自殺者数推移、数字を見れば、あいつら、ジャパン政府が、劣悪極まりない連中だと、はっきりわかるのに。仮に数字を見ないとしても、日本で生活してるんだから、肌感覚でわかるでしょうに。可処分所得は減る、外国人労働者は増える、子供は減る、偽装、改ざんなどのインチキの類は増える。年々悪くなっていくという現実に。一連のコロナのカバ騒ぎ見てても思いましたが、どうやら、日本は、有権者に、一番の問題があるように思います。あいつらジャパン政府を支えているのも、好き勝手やらせているのも有権者ですからね。前回の参議院選挙なんて、消費税を増税すると公約した与党を勝たせてしまうんですから、とても、とても正気とは思えません。消費税の税率を引き上げるということは、その意味において、生きることに制限をかけていた、その制限をさらに強めると言ってるのに、そんなこともわからず、奴らを勝たせてしまうんですから。この自傷行為のような現象は、大部分の有権者に共通する道が原因なのでは、と思います。金本位制から管理通貨制度に移行して50年が経過したというのに、まだ、ほとんどの有権者が、その意味を理解していません。これこそが、アホなジャパン政府の時を、意思決定の最上流部に、いつまでものさばらせている原因なのかもしれません。金本位制から管理通貨制度に移行したというのは、天地がひっくり返ったかのような大転換です。その大転換が意味することとは何か？それは、通貨の発行に、金などというものの裏付けなど必要ないと、通貨の本質、その根本部分に触れたということです。であるならば、政府予算の財源が税であるとする神話も崩れます。増大する社会保障費に対応するためという消費税増税の説明も根元と見破ることができます。通貨の発行に、金などというものの裏付けが必要ないのなら、社会保障に必要な費用は、すべて通貨発行で用意すればいい。という、結論に至りませんか？この結論、理論的には正しいのです。理論上通貨は、通貨発行権を持つその国の自由に発行することができます。ただ、何も考えずアホみたいに発行し続けると、高インフレになるので、注意が必要となります。お金はあるけど、
物やサービスの値段が上がって買いにくくなる状態。これが高インフレです。高インフレになっているのに、さらにヤホみたいに通貨を発行し続けるとハイパーインフレになります。お金はあるけど、物やサービスが圧倒的に足りなくて買えない状態。それがハイパーインフレです。コロナのカバ騒ぎが始まって少しして、マスクの値段が平時の10倍以上の価格になりましたよね。あれが高インフレです。お金はあるけど、物やサービスの値が張るので買いにくい状態です。マスクの供給量に比べてマスクを欲しがる人、需要が突然増えたから値が上がったのです。そして、日が経つにつれてマスクの価格は下がっていきました。あれは、マスクの使用が徐々に減っていったから値が下がったのではなく、供給が需要に徐々に追いついたからマスクの値が下がっていったのです。で、結局薬局マスクの価格は約1年でコロナのカバ騒ぎが始まる以前の価格に落ち着きました。突然増えたマスクの需要に約1年かかって供給力を引き上げることで対応できたということです。では、マスク以外のものやサービスの需要がマスク騒動の時みたいに突然増えるとどうなるでしょうか。同じです。高インフレになります。需要に比べ供給力が弱ければインフレになり、かなり弱ければ高インフレになり、圧倒的に弱ければハイパーインフレになります。需要に比べ供給力がバランスしている、あるいは少し強ければインフレにはなりません。供給力が強すぎるとデフレになります。医療や介護など社会保障に関する需要も、需要に対して供給力がバランスしている、あるいは少し強ければインフレしない。つまり、社会保障という需要に対応できなくなることなどないのです。そうです。最も重要視しなくてはならないポイントは、通貨すなわちお金などではなく、供給力なのです。供給力が強ければ、強いほど、より多くの通貨を発行でき、国際的な競争力も強くなります。どれだけの質の高いものやサービスを作ることができるか、質の高いものやサービスをどれほどの量を作ることができるか、これで国力は決まります。国力イコール供給力なのです。お金は自由に発行することができます。それに対して供給力は育てなければ強化されません。ものやサービスを作ることができる人を育てる、人材育成、人材投資、物やサービスを作りやすくなる環境を整える。インフラ整備、法整備、設備投資。このことが分かれば、税を財源と捉え、我々国民から取らなくて、いい所得をむしり取ってきたジャパン政府の悪行が悪行でしかなかったと理解できるようになります。国民から取る必要のない所得を奪うという行為は、国民から時間や自由、やる気を奪うことと同意です。アホなジャパン政府が我々国民から取る必要のない所得を、税という形で奪い取ることで日本の国力、すなわち供給力が下がれることになったのです。社会保障、医療や介護に充てるお金が足りないからといって修正を敷き、その結果供給力を毀損させる。まさに本末転倒、百害あって一利ない自傷行為です。政治家やマスゴミがよくほざく、借金するな、子や孫にツケを残すな、これまでの借金は税金で返せというセリフがあります。これほど愚かで邪悪な物言いはそう滅多にありません。なぜなら、奴らは間違った認識のもとで全くやる必要のないことを国民にやらせ、その結果虎の子の供給力を低下させてしまったのですから。ツケを残すな、借金するな、借金を返せの大号令のもと、国民に投資しない、国民から所得を奪うを繰り返す。そして国際競争力強化の美名のもと、国民を安物の消耗部品に仕立て上げたのです。自国民を取り替えの利く消耗部品へと変化させ、安く買い叩くだけで育てようとしない。安く買い叩かれ、消耗部品扱いされた国民は物やサービスを作ることのできない人間となりがちです。そしてそれは虐待のごとく連鎖していくのです。これは取り返しが効かない致命的な間違いです。人間は簡単には変われないし、簡単には育たないからです。そして、過ぎ去った時間は取り戻せません。間違いはまだまだあります。まず、奴らの言う借金というのは、国債発行のことです。国債発行とは、すなわち通貨発行なのです。国債が政府、
市中銀行、日銀間を移動することで形を変え、やがて我々に馴染みのある通貨、銀行預金や現金紙幣になります。ちなみに、政府、市中銀行、民間金融機関、日銀は、日銀当座預金という我々、一般国民には、馴染みのない貨幣を使って国債を買ったり売ったりしています。また、日銀当座預金は、我々一般国民に馴染み、深い通貨、現金紙幣や銀行預金に変えることができます。やつらは、その通貨発行を借金と言っているのです。通貨を発行しているだけで借金なんて知ってないわけですから、借金返済などする必要はありません。やつらは根本的な部分で、とんでもない間違いをしているのです。根本的な部分で、とんでもない間違いをしているので、まるで、傷口に塩をすり込むような、返す必要などないものを、わざわざ税金で返すという、アホ丸出しのことをやるという暴挙を続けているのです。その暴挙ですが、重税を課して現役世代を苦しめ、供給力を弱らせ、将来世代に供給力の乏しい途上国のような国を残すという何も良いことのないこれこそ、付け送りだろって感じのブラックジョークです。ふう。たとえ、国債発行のことを借金と間違えた認識を持っているとはいえ、コロナのカバ騒ぎによる深刻な経済不況下にあっても、何が、何でも減税をしないアホなジャパン政府が何を考えているのか、さっぱり意味不です。ですが、このことから、やつら、ジャパン政府は、税の役割すらも分かっていない、ポンクラなのかという疑いを持ちました。良い機会なので、税の役割も述べておきます。税の役割とは、いくつかありますが、大きく分けると次の3つです。1つ目は、政策を実現させるための手段です。例えば、所得格差を縮小させたいなら、所得税の累進課税を強化させます。タバコや酒のように、摂取しすぎると、体に、悪い物の消費量を下げたいなら、その物品に課税する。2つ目は、その国で使う通貨に、より強い力を与えるためです。強制通用力のある法定通貨を納税通貨とすることで、その国での通貨の力を、確固たるものへと進化させます。通貨の力が強大であればあるほど、その通貨を使う国の国民の多くは、望むと望まざるとに関わらず、賃金労働を余儀なくされます。通貨があればあるほど生きやすくなります。が、通貨がなければ生きていけなくなるからです。ですので、どの国の政府も、法定通貨を定め同時に納税通貨とし、国の安定、社会発展を図ります。3つ目は、市中を流れる通貨の回収です。景気が過熱し、インフレがやべえわ、となった時などに課税を強化し、通貨を回収します。そうすることで、インフレ率、物価を調整し、高インフレという混乱を未然に防ぎます。消費税は、かなり強い消費の抑制効果を発揮するので、インフレ退治に適した通貨の回収方法と言えます。デフレ期に消費税を増税するジャパン政府のアホさ、そんなアホなジャパン政府を支持する有権者たちの、愚かさたるやギネスブックものと言えるでしょう。涙。以上、税が持つ、3つの大きな役割でした。このように、税には、税の大きな役割があるので、通貨発行が自由にでき、仮に供給力が強大であったとしても、一部で、人気の無税国家にはなれないのです。それと、あともう一つ、アホなジャパン政府が税について分かってなさそうなことがあります。オム納負担の原則です。労働者人口のボリュームゾーンとなりつつある年収が、200万円くらいの人が1年間に支払う健康保険料、年金保険料、所得税、住民税、消費税の合計が約70万円になります。これは、もう、納税者の単税力を超えた苛烈な負担といって差し支えありません。オム納負担の原則から外れる不条理です。残った、可処分所得たるや、微々たるものです。その微々たる可処分所得での1年間の暮らしを、アホなジャパン政府、政治家ともは想像することができないのでしょうか。前々から感じていたことですが、ジャパン政府や政治家どもには、指導者としてというより、人としての倫理が欠けているように思います。だから、いつもいつもアホなことばかりやり腐るし、自分たちがやった間違いを間違いと認め修正することもできないのです。それにも、何より、最も重要な根本的な部分、通貨の本質、税の役割、国力の大元が供給力であるということが理解できない。そして、その供給力が人そのものであるという本質にも気づけないのです。気づけていれば、人の尊厳が重んじられるようになり、また情愛も生まれるはずです。人
人に対して尊厳を認め、情愛の心を持てば、通貨の本質に気づけず、税の役割を知らなかったとしても、自国民に関税力を超える課税などできるはずがないのです。政治家どもが間違いを犯し始めて、およそ25年が経ちました。その間、いつも政治家と共にあったのが有権者です。政治は、有権者を映す合わせ鏡です。今日、4000万人を超える年金受給者が、国の借金、国際発行の影響で年金受給額が減ってしまうのでは？インフレになれば実質受給額が目減りするから、デフレのままでいい、と思い、デフレ、消費税増税を支持しているという側面があります。しかし、これは、アホなジャパン政府と同等の間違いだらけの認識です。もし、そのような認識をお持ちなら改めましょう。国債発行は、通貨発行であって借金ではありません。国債発行残高は、通貨発行残高であり借金残高ではありません。年金は物価スライド制なので、受給額はインフレに影響されません。デフレは、寒々と知ったイストリゲームのような社会を作ります。その社会は、供給力を毀損させる上に、人の心を荒廃させます。何も良いことないのです。次の国政選挙は、暑い盛り、7月となります。